マンモグラフィー検診を受ける女性マンモグラフィーは乳がんの早期発見のために人の乳房を X 線撮影する手法、またそのための乳房 X 線撮影装置のこと。マンモグラフィーとは乳房、画像から作られた造語である。近年では乳房の撮影に用電子断層撮影の技術を用いる非電子放射マンモグラフィーという手法もアメリカなどで普及し始めており、 日本でも数箇所の病院で導入されている。ただし、x 線マンモグラフィーと非電子放射マンモグラフィーは、手法としても、診断方法としても全く異なる手段である。本記事では、基本的に x 線マンモグラフィーについて扱う。受診者は、上半身裸で、装置の前に立ち、チブサを装置の撮影台に乗せる。装置には圧迫板と呼ばれる。 プラスチックの板があり、これがチブサを強く撮影台に押さえつけて、厚さ4から5センチメートル程度まで圧迫する。所定の厚みになったところで、撮影となる。通常、左右それぞれ、撮影方向を変えて2枚ずつ、合計4枚撮影する。マンモグラフィー装置を搭載した検診車4回もの、X 線爆車が必要となり、また決して快適とは言えない状態であるため、短時間で、 できるだけ被曝を少なくするように工夫されている。撮影対象が南部のみなので、X 線の波長、エネルギーの最適値も、一般撮影とは大きく異なり、例えば X 線間の間電圧も一般が 100KV 前後であるのに対し、マンモグラフィー撮影では25から 35KV 程度となっている。被爆量は、通常0.05から0.15ミリシーベルト、 あるいはそれ以下となっている。このような低い線量でも鮮明に撮影できるよう、早くからデジタル化が進んだ分野でもある。撮影装置は、常実のようにチブさを圧迫し、撮影方向を変化させられるよう、C アームの上下に X 線源と撮影台を持つ形状が一般的である。このような事情から大型にならざるを得ないが、巡回検診者に搭載可能なタイプのものも、 工夫されているマンモグラフィーの画像独特の微妙な画像の独営技術を要求されるため特に訓練を受けた医師でなければ正しく診断することは難しい。これは撮影する技師も同様である。このためほぼ各国それぞれにマンモグラフィーの撮影、診断に関わる技師や医師への専門の教育訓練や専門医、専門技師の資格制度が用意されている。 また装置や設備についても公的な基準や規約が設けられ、そうしたソフト面、ハード面を通じた管理システムがなければ、マンモグラフィーによる診断はできないと考えられている。日本では NPO 法人日本乳がん、検診制度管理中央機構が一元的にこうした教育、資格認定、基準策定などを行っている。この資格を持った医師、技師、 施設はそれぞれ、成虫機構のホームページにて公開されているため、乳がん検診の受診者は、検診を受ける施設を決めるための指標にすることができる。世界的には、アメリカ放射線学会の勧告が、デファクトスタンダードとして利用されており、日本の成虫機構の教育内容や基準には、アークのものを参考に、ローカライズされたものが見受けられる。他方、 2016年6月13日付の新聞報道によると、日本の自治体における入外検診で、チブサの形状によってはガムを見落とす可能性があるにもかかわらず、受診者に対し異常なしと通知されるケースが多いことが明らかになった。通知するためのシステムが存在しないケースが多いためとされ、有識者からはシステムを整備すべきだとの指摘が出ているが、 日本における指針でも通知義務が存在しないことも問題視されている。詳細はマイクロ波マンモグラフィーを参照近年、マイクロ波を使用するマンモグラフィーが開発されている。従来の X 線を使用する場合と異なり、X 線への被爆の危険性がなく、従来は熟練者の判断に依存していたが、より鮮明に悪性腫瘍を判別できる。 従来の X 線での撮像では困難だった腫瘍も、撮像できる。ありがとうございます。